だからあの、宮崎駿ってエロいんですよ。ただ、そのエロさっていうのは、なんだろうな、僕らが知っている安直なエロさではないんですね。エロシーンっていうのをですね、エロとして絶対に書かないんですね。でだからといって、エロを書かないなんてくだらないこともしないんですね。えー、行ってみましょう。天空の城ラピュタのですね、不思議なエロスから語っていこうと思います。皆さんもですね、ラピュタにそんなエロいシーンなんか、 あっただろうかと思うんですけども実はですね,あ,るはあ,るんですねあのこのシーン覚えてますかこれあのタイガーモスからですね切り離されたラピュタあのパズーとシーダが乗ってるタコがですねなんとかラピュタに着いたとでその後、2人で「あのやった!」って言って抱き合ってゴロ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 って転がってるシーンなんですね。 で、その時のですね、あの、パズとシータで,であ,ーあ、カットだ、カットというですね。まあ、本当におしゃれ雑誌のですね、インタビューアーの人が。もう、本当に長いインタビューをしてるんです。で、この人がですね。宮崎駿に、私はこれ、ラピュタで一カットだけ、納得できない部分がありますというふうに言ったんです。このシーンで、インタビューアーの人はですね。なぜ、ここでキスしないんですかというふうに、宮崎駿を聞いたわけですね。そうすると、宮崎駿は。そんなこと、いちいち書かなくても、ちゃんとこの映画の中では。 あの表現して,るっているうるうに答えるんですね。それが何かっていうとあのパズーとシータがです、ね、タイガーモスの上にあるタコですね。ハングライダーみたいまで上に上がってくるでその時に突風が吹いてガーンって飛ばされるんですよでシータがパズーに強く抱きついてるで強く抱きついた時にパズーが振り返るとこの振り返りの顔がですね弱かったっていうんですねでアニメーター呼んで説教して「お前分かってんのか」と「お前の後ろには女の子お前の好きな女の子がいてその女の子が ちっちゃいおっぱいをこうくっつけてきてるんだ。で、そのおっぱいの膨らみを背中に感じてると、お前はそんな顔するのかって言われたら、違いますじゃあ書き直せって言われて書いてきたら、それでいいんだと。だから、この男はこんなに余裕のある顔ができるんだと。女、なんか女の子に頼りにされて、それを肉体的に感じるからこそ男は頼りがいっていうのを出せるんだと。これを書くのがアニメだよっていうふうに。 こう言うわけですよね。だからあの宮崎駿ってエロいんですよ。ただそのエロさっていうのはなだろうな、僕らが知っている安直なエロさではないんです。ね。宮崎駿ってあのこれ最初に言っとかなきゃいけなかったんですけどもね、安直なことを何よりも嫌う人なんです。えー、あのポイントは宮崎駿はなん存じそこらのアイデアでは納得しないんですね。本当にアイデアを 自分の中で50も60も出してそれの99%を没にしてこれしかないっていうのを絞り取るまで絞るとでそのためには絵的にかっこいいとかその方がウケるっていうのを徹底的に排除する人なんですね安直っていううのを、何よよ。りも嫌う人なんですよだから話戻りますけどもエロシーンっていうのをですねエロとして絶対に描かないんですねでだからといってエロを描かないなんてくだらないこともしないんですね この映画の中でちゃんとやることはやってるんですよっていうのは、それをわからないなをもうお前のせいでやって、俺はちゃんとやってると。ただそれをまんまやるようなバカな真似は俺はしないっていうのが宮崎駿のこう主張なんですね。かなりひねる。だから今回話したかったあのラピュタのテーマでよくあの自然に帰れとかですね。人は土を離れて生きていけないっていうのはよく言われるんですけど、それは登場人物のセリフであって映画のテーマではないんですよ。そんな 手塚治虫がやりそうなことを宮崎駿はやらないんですねあの。人間にはテクノロジーっていうのがあ必要なのかどうかとかですね自然に帰るべきだとかですねまだ人が手触りがあの分かるテクノロジーだったらいいんだけどもデジタルはダメとかそういうのはです、ね、手塚治虫が考えそうなことだからダメっていうか仮想的の手塚治虫が考えそうなことだからダメっていうですねそれがあの、えー、宮崎駿です。 ななんだろうなひねる人だというふうに思っていてください。